サッカーを始めたのはいつ5歳5歳幼稚園幼稚園幼稚園の年中とか年中…年長かな年長かに始めたね早いねで幼稚園入ったところにサッカークラブあってとりあえず見ててさ上からこうやってああなんかサッカーやってんなと思って見てて面白そうだから親に入れてって言ったんだけどあ自分から言った自分から言った夏暑いからまあ秋からにしなさいって話になって夏見送って9月ぐらいから サッカーやり始めたかなでしょも小学校はもうずっと6年間やってそうだねだからサッカーは別に途切れなかったかな他の習い事はいろいろやったけどサッカーはずっと一応続けてた <laughs> 他の習い事何をしたんだ習い事結構やってたよでもちろん塾も行ったし、うん、なんか憲法みたいなやつとかもやったし剣<法>そうでなんか空手とかさ林寺とかかさ林寺あるじゃんそういう系のやつもやったし、うん、で野球もやったしあ野球やってたの し何,やったっ何やってたっけな野球とサッカー並行しやすたってことうんあとなんか臨時で陸上やったりとか <laughs> めちゃくちゃやるじゃん <laughs> とかやったりとかそれこそそろばんやったりとかああ<ー>なんかあ水泳やったりとかすごいね、うん、いやだから俺月火水木金土日で、うん、あの習い事ない日なかったええー、だから一日ぐらい本当休みたいなって小学生ながらとかに思ってたいやそれすごいね大変だねそれ自分からな えー、サッカー以外は全部親 <laughs> 全部やらされてた <laughs> <laughs> でもやっぱ自分からやり,はじやりたいって言ったことがやっぱ今、ね、残ってるそう残ってるでもその当時はやっぱその塾とかもそうだし、うん、そのスキルとしてはやっぱその学校でテストとかももちろんあるから、まあ、必要だ,、うん、だと思って親もその、うん、習わしといたのもそうだしあと大人になってさもしさ、あのー、海に投げ出された場合さ そう泳げないとこもあるじゃんとりあえずかリスク回避リスク管理がすごいからやっぱりそういうご両親だったんでそうそういうご両親だった生きてはないしポジションリスク管理するポジションじゃないしそうだねそう確かにどっちかいうと僕攻めだし俺そう守りの人じゃないからそうだリスク管理ないわないわでもまあいきなり人から襲われてもじゃあ憲法で戦える もう今、あれじゃんそのサッカー選手がなんか問題を起こすとさ、うん、めんどくさいから、うん、もう逃げるでしょまず <laughs> そこ陸上でしょ <laughs> なるほど <laughs> 逃げるでしょ一回あっこんなゴールシーンが一番好きこれは知ってるよ俺ショーが好きなゴールシーンマジでじゃあ当てて,当てていいいいよ当てていいあのー、こぼれ球でしこぼれ球でしょ、うん、よく言ってるもんねそうあれが一番やっぱね あの攻めの選手というかフォワードには大事っていうか、まあ何でもいんいんだけどね、入ればああ。ポジショニング大事だもんね、それをするためには。そ,それもそうだし、やっぱ毎回、なんか狙ってないといけないっていうか、うん、かサボってるときに限,限ってきちゃうのよ、ボールって、うん、なぜか。うんうん、だからそういうのをやっぱり、まあ、繰り返し繰り返しやっていくっていうのは、うん、大事かなとは思ってるけど、まあ、鹿島来て初めてのゴールも、こぼれ球だったこと、ね、ああ、そうだね、もうあれは本当にずっと、ね、狙ってたし。ACL <で>まあ うまあ、いいとことこぼれてきてくれたけど中の好きなゴールあ俺好きなゴールあるよショーの,あの得意なあのいやあそっかそっかそっかあ言ってたやつねループチョロンって浮かすやつねキーパーと一対一でキーパーがこう手の届かないところにこう浮かして決めるやつあるじゃんあれが本当に一回やりたい決めよう <laughs> <laughs> 駆け上がってって <laughs> 本当にあに引退するまでに一回でいいからあのゴールを決めたいあの子って言ってマジでじゃあ じゃあもしその一緒にそのプレーしてるときに決めればもちろんあれだし、うん、ちもし違うチームになったりとかして決めたとしてもそのシーンみたいなのも速攻ライ i ンを送るね、うん <laughs> 決めたじゃんそれって,っって夢かなったね本望じゃんもうで,もののできたら引退してもいいよってまだまだでしょうもうだって鹿島で3点ぐらい決めてるもんねそれでそんちょろんなやつね、まあ、キーパーパの位置 はやっっっぱ見ててなななきゃいけないけし、うん、試合中ってやっぱみんな力入ってるから、うん、キーパーもそうだし、まあ、打つ方もそうだしだからあれ脱力系のシュートって逆にちょっと反応しづらいみたいな<ー>っていうところはあるから、まあ、試合中はねああいうのは意外と有効かなっていう気がする、うん、じゃあ今後もこぼれ球とループシュート決めまくってくださいあそれしか狙ってないぐらいでいくわじゃあ移籍前の鹿島の印象はもうやっぱりもう完全なる強者だよねっていうイメージはあったし、うん、やっぱ勝ちに貪欲なチームでは あるとは思っっっててたたんだだけど、うん、やっぱ中入ってみたらやっぱ余計そうだね、うん、まあ他のチームでサッカーしたこともあるけど、うん、そこが本当もう全然違うしかもその選手だけじゃなくて、まあ、会社の人たちとか、うん、まあ教科部ももちろんそうだしもスタッフも含め、うん、まあみんな本当そこにもう一点に集中してるっていうところが本当に強い要因、うん、まあだとも思うし、まあ、それがまあ伝統っていうかさ、うん、その何年もやっぱり変わらない。うん 変わらない考え方でその、まあ、クラブのフィロソフィーっていうのは絶対あると思うから移籍、うん、前もちろん魅力的に映ったし中、うん、入ってみたら入ってみたで本当移籍する前のそのイメージと合致するところではあったかないやすごいね移籍して半年,半年ぐらいかうんそう半年ぐらい、ね、半年でもうそれ に気づけるってすごいなと。だこのチームい、いれ、いるだけで、なんか、そういう雰囲気を感じ取れるチーム、ね。ああ、まあ、それはあるね。ねもう、これ、本当、入ってみないとわからないっていうところはあるけどね。もう、漠然とした鹿島のイメージっていうのは、もう、共通されて、みんなあると思うんだけど。うん、やっぱりね、その中に入っている人たちは、それを知れるっていうのは、やっぱり。いいところではあるよ、ね。そのサッカー人生も、においてもそうだし。他のことやるにおいても、まあ、統一された。ところというかさ。その考え方もそうだし、行動の仕方も。うん

めっちゃ見る人のこと見てるし周りの空気とかも気にしながら結構気にしいは気にしいだからねやっぱ気遣う人だよねああそうだねさっきのさ直してほしいところ直してほしくないところみたいなのあったけどあの逆にさもう突っ走っちゃいみたいな。 タイミングとかもあるからそこは逆に真似したいなみたいなもう振り切っていっちゃおうみたいなそからサッカー中あサッカー中もそうだしそのサッカー中じゃなくてもそうなんだけどそれじゃあ今度そういう場面あったら言ってすぐ言う多分すぐ出てくると思うから本当それはそれで全然ああなるほどなみたいな選手としてやっていく上では大事じゃないんかそういうもう自分はこれだからっていうのが根底にあるっていうのはさ今のいい意味でいい意味でいい意味で。 いい意味でいい意味でって言っってていいいいいいや本当意意味味でで言えば全部セーフではないからね別にでも俺もそれちょっと感じるよあのショーもどっちかっていったら日常生活ではすごい気使遣ってるけどサッカー中だったらフォワードっていうのもあるけど自分で行くところは行くしあんまり突っ走るっていうイメージは俺もあるそれは逆にサッカー中はあれかもめちゃくちゃ気使遣ってるかも周りにああ コジショニングもそうだし、ここ埋めとかなきゃっていうここスペース空いてるって思ったら、うん、やっぱいるしそこにだからそれ自分のじゃあ前,前後前後もそうだし左右もそうだしの選手たちのことまあ本当言えばもう対角線の選手まで、うん、もうしっかり見て気を使ってる感は本当に感じにあ,あれなんだ <laughs> こう俺とショーの真逆なんだそうだねサッカー以外のところでの方が感じるかもしれないあすげえ気にな,るな例えば。 亮太が一人でなんか自分の世界に入ってる時にその周,り周りでは喋ってるじゃんその隣とかでバーってみんな喋ってるじゃんで喋ってる時にねみたいな感じでその誰かしらがさちょっと振る,振るとさ、うん、あのなんかほんと突拍子のない返答を書いてきたりとかさ「<laughs> <laughs> あそう,ほう」みたいな自分のワールドが入,入り込んでますわみたいな <laughs> と思って見てるいいるい,、はい、いい意味で。<laughs> いい意味で <laughs> いい意味で何でも OK なの <laughs> 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 じゃ教えて本当に次あったら今ってそうああ分かったじゃじゃ今だよっていうそういうお願いしますはいリクシールスポーツザリでどうでしたかあどうでしたかやっぱ MC があのりょうださんだったんで <laughs>、はい、自分はもうすごいやりやすくてアットホームな雰囲気を感じましたありがとうございます <laughs> い 絶対思ってないじゃん。いや思ってる。思ってる思ってる。本当？大丈夫だった？うん。いや面白かった。引き出せって。引き引き出された。出された。引き引っ張り出された。で広げられてた。広げられてはなかった。でも難しいよだから。難しい。難しいよね。こっちの方がねなんかね緊張するよ。そう。だこっち適当に話してればいいいいけどさ、その難しさをちょっと感じたんで。もちろん引き出したかったもそしたら。次いやでもいや引き出されてるでも引き出されてる。引き出されてる。うん。 だから次は本当ビクビクしながらそっちやろうね。<laughs> 本当にこっち頑張ってください <うん S 2> 次は頑張ります、はい「士リ,リスポーツザリレーまたね」